ないようにもうちょっと皆さんにさらに応援していただいて、はい、38度上も、はい、最後1枚となりました。うまいことをしました。はい、はい、夢目標ありがとうございます。そこを目標にしてまいります。今年は年末に卵があるので、そうですよ。静岡支部の女子レーサーはだいぶ気温が高まってるんじゃないですか、そういう意味で。そうですね、はい。で、みんなでやっぱそこ目指して、はい、しかもあそこの上の、はい、ちゃんとあそこに残らないと、はい、ダメですもんね。はい。はい、静岡、みんなあそこ行けたらいいですね。ね、ぜひあの皆さん、今年1年間、最後にあそこのあの舞台で走っている土屋選手をイメージしながら1年、はい、私たちも応援するんで、はい、土屋選手もそこをイメージしながら頑張っていただきたいと思います。はい、ポーズ。なんかね、みんな立ち上がってやったり、なんかいろいろやってますよね。もう全然浮かばない。可愛く、ちょっとグロスどんなの、可愛く、もうなんかちょっと考えて。一昨日ぐらいに、その河村亮さんにやってもらった時は、今流行りなのはうちのあの会社のあのエロテロリスト西岡郁美っていうやつがいるんですけど、のあの得意なポーズで、あのこういうの、あこれで違うま。エロテロリスト取り肌さん見ちゃう。でも言っていいですか。はいです。違う。一瞬で終わった。もう一回やってます。一瞬で終わった。おう、かしがま。いいですか。もういいですか。だからいい。だからエロかった？エロかったっすね。これで恥ずかしがってるようじゃ厳しいですよねって言うてきたね、この若造。いや、厳しいですよ。着なくていいかな。もう着なくていいですよ。あれ着て、またすぐ投票してくれならいいですよ。あれ着てね、投票がまたね、一年後なんですよ。そんなやってくれるキャラじゃないのに、今日カチカムのためにやってくれたよ。っていうことで、うん、そういうことを解く。それもらおうか。それもらおうか。こっちでした、本物みたいな。こっちでしたいな。随人祭の時何言ってたか覚えてます？最後、コメントくださいって言われて。見た。あれ、相当いじられましたもん。見た、なんて言ったんですよ。お前よければ全てでした。ありがとうございましたって言ってます。見た。ちょっといつものやつもらう、最後に。こちらが。いつもの。見ました感じ。はい、お願いします。すみません。カチゴマン。あ、こっちでしょ。こっちでしょ。